1818 18年、バシーリー・トロピニンによって描かれたカラム人、ニコライ・ミハイロビチ・カラム人1826年6月3日は、ロシア帝国、シンビルスク県出身の貴族、小説家、詩人、歴史家、評論家。文章後の改革に尽力した。大著2 8 1 6年から、カラム人が亡くなるまで表された全12巻からなる、ロシア国家史がある。 ロシア文学における散文を、同国の思想家、貴族であるアレクサンドル・ラジーシチェフと共に開拓した。また、1792年に表された、カラム人の首ア哀れなリーザ、貴族の娘ナターリアは、ロシアにおける、啓蒙主義、主情主義を代表する作品である。同国の詩人、作家であるアレクサンドル・プルシキンの叔父バシリー・プルシキンと親しかった。また、 ロマン主義の詩人であるバシー・リージ・コーフスキーとも親しかった。1766年12月12日に、帝政ロシアのシンビルスク近郊で地方の貴族のもとに生まれる。モスクワで教育を受けた。フリーメイソンであった、ロシアのジャーナリスト、作家のニコライ・ノビコフに影響され、ドイツの劇作家、思想家のゴットホルト・エフライム・レッシングやイギリスの劇作家、 詩人のウィリアム・シェイクスピアの作品を翻訳する、傍らに、詩や小説を表した。1789年から1790年にかけて、西欧を旅行し、フランス革命を目の当たりにし、衝撃を受ける。帰国して、モスクワジャーナルを創刊する。その後、1791年から1792年に、ロシア人旅行者の手紙を表す。1792年に、 主張主義の代表作となる、哀れなリーザ、貴族の娘、ナターリアを表す。なお、1802年には、ジョダイ大ンマルファを表す。晩年の1816年から亡くなるまで、ロシア国家史を表した。また、ロシアの交渉女子,子、ブイリーナに登場する英雄、イリア・ムーロメッツの派生作品も表している。なお、日本におけるカラム人はロシア文学者。 早稲田大学名誉教授、カラム人研究で、早稲田大学文学博士であった、藤沼隆氏によって、近代ロシア文学の原点が1997年に、レンガ書房震者より出版された。翻訳では、ロシアソビエト文学者であった、ヨケ村ヨシタロウにより、哀れなリーザが訳されている。歴史家のカラム人の、主な業績は、キエフ大公国の国語キエフルーシの概念を、 考案したり、スーズダリコー、ペレアスラブリコー、キエフ大公のユーリー・ドルゴル・ユキーの妻エパオセネビチが、コンスタンティノープル出身だと結論付けた。サレエビチ、ウグリチ公のウグリチのドミトリーの死因について暗殺説を指示した。パレモナス・朝の伝説に関しては18世紀に、で、リトアニア人の起源を書くことで疑問を呈していた。なお、一般地写本は、 カラム人がコストロマにあるイッパーチー修道院で発見したものである。サーリのボリス・ゴドゥの符をクロムウェルのような性質の持ち主と評した。ロマノフ朝第四代のロシア皇帝であるアンナの知性を酷評した。1826年6月3日にサンクトペテルブルクで亡くなるアレクサンドル・ネフスキー大修道院に埋葬された。カラム人軍事書デジタル大事宣。 2012年10月30日、閲覧。AB カラムジンウェブリオ、2012年10月30日、閲覧。ABC カラムジンヤフー百科辞典、日本大百科全書、2012年10月30日、閲覧。AB 高津春重手塚富夫、西脇淳三郎、久松千一万有百科大辞典一文学、愛が哲夫、小学館、 日本大百科全書、初版、144ページ。カラム人とは引く言葉んく、2012年10月30日、閲覧、税、1842、2、2、17、35。ありがとうございます。